はい、こんにちは。スタジオリバーサイド横関です。シンガーソングライターの竹下です。本日のサウンドチェックはこちら、ズーム社提供ズーム G2YNU C の2番まで来ました。 EVH1959 ですね。はい、ちなみにズーム社 G2YNU はこんな形をしております。はい、高校生男子のお弁当箱でしょうか。はい、ズーム社の製品ね、どれも音がいいのでおすすめです。使用するギター、不次元製ストラトキャスターです。ストラトは不次元が一番音がいいと思ってます。ギターを手にしたらスケール練習です。6弦3フレットを中指で押さえてスケール練習始めましょう。そうすることで全く同じ虫で2オクターブを奏でることができます。次に3オクターブにチャレンジしてみましょう。練習でどういった効果があるかというと、4本の指の分離ですね。人間の指は人差し指と中指が強くて薬指と小指は弱いです。このスケール練習を繰り返すことで、小指と薬指、この部分のね、筋の強化、あとは4本の指のバランスを整えることですね。そういった効果があります。ぜひ繰り返し練習しましょう。ここからちょっと面白くなります。よく使うコードで E-I-C-D の循環コードをクソ真面目に練習しましょう。タイムイズマネー、時は金になるので一生懸命練習してきちっと休みましょう。はい、ワン、ツー、ワン、ツー。3弦のアルペジオに進んでみましょう。ゆっくり丁寧にです。うまくいかなくてイラってきたときは、と奏でて、あ、ギターの響きって気持ちいいなってうっとりしましょう。そういう時間も必要です。次に4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方が物理的に細いのでより繊細なタッチが必要です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。
このようなですね、ダウンダウンダウンアップのピッキングを練習していると、こういうフレーズが弾けるようになります。日本のアースシェイカーというグループのモアという楽曲のイントロですね。日本の楽譜を思わせる非常に美しい旋律です。ゆっくり丁寧に噛んでましょう。次にギターソロが弾きたくなると思うんですが、なかなかギターソロがフューチャーされることは少ないでしょう。でも頑張っていきましょう。ここではファイナルカウントダウンという楽曲のギターソロを学んでいきましょう。歌謡弦を含まないために胃腸して使うことができます。いろんな要素が入っているので、ね、とても勉強になります。ゆっくり丁寧に奏でましょう。実際に調してみましょう。となります。オリジナルキーはここですね。そして非常に重要な話です。それはギターを奏でる際に弦と指が離れている時間、これを短くすることです。弦の指を指がスルスルスルっとね、スライドするように動かすと、とても運指として美しく見えます。課題曲として井上丸美さん、広島のナムルを簡単にしたものです。練習すれば誰でも弾けます。自分が弾けるイメージを持つことは非常に重要です。弾けないと思ってしまうと弾けなくなってしまうので、自分が弾けるイメージ、すごい考えですね。自分が弾けてるところを常にイメージしましょう。練習すれば必ず弾けるようになれるんで、はい。こちらのトークになります。私は現在横浜にございます。シアミュージック横浜のところでエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいています。ありがとうございます。横浜シアミュージックでは、ボーカル、そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、それぞれの講師がスペシャリストです。ぜひね、道に迷ったら、音楽のことでちょっとつまずいたら、ぜひ横浜シアミュージックにお電話くださいませ。それではギタリストのシンガーソングライター竹下達郎をいたしました。横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。